こんにちは、千秋です。今日は英語がすぐ身につく効率のいい勉強の仕方を紹介したいと思います。この動画を初めてご覧になる方もいらっしゃると思うので、ちょっとだけ、本当にちょっとだけ15秒くらい私の紹介をさせてください。私は、イギリスの会社で働いています。なので毎回お仕事をするときは英語しか使いません。一緒に働くメンバーもイギリス人の方、そしてヨーロッパ人の方々が多いです。私もまだ完璧ではなくって、毎日学んでいるんですけども、こう日々の経験を積みながら効率のいい勉強の仕方を発見いたしました。それを皆さんとシェアしたいと思います。このタイトルにあるように、教科書、そして単語帳、マニュアルなどを使わない方がいいと個人的に思います。トイックやこういう試験ではなくって、実際に英語を話すこの会話力を身につけたい時、単語帳は使わない方がいいと思います。なぜかというと、まあつまんないっていうのもあるんですね。まあ最近の本はいろいろ工夫がされていて、たくさん絵があったり漫画式になっていたりすると思うんですけども、書面だけの勉強ってすぐ眠くなっちゃうんですよね。一番効率が悪いのは、まあ私にとって悪かったんですけども、それはこう文字だけ書かれた単語帳とか、あとはフレーズ集の本ですね。並べられた単語のシチュエーションが思い浮かばない。ただ覚えてるだけで、覚えるのと実際に使うのは全然違うんですよね。自分が興味があるシチュエーションをまず思い浮かべて、でその時に使えるフレーズを先に学ぶということが大事だと思います。生きた英語を学ぶ方法、最近は YouTube、まあ、皆さんも YouTube で私を見つけていただけたので、はい、ありがとうございます。この YouTube がすごい勉強にも役立つツールだと思います。本当に思います。全て無料ですし、実際にこうね、ブログをされてる外国人の方々の生の会話が聞ける、生の声が聞けるってのは本当に便利ですし、すごい勉強になります。でこう自分でね、こうYouTube を調べるのもいいと思うんですけども、結構ね、探そうと思うと見つけれないんですよね。で以前私のビデオでも紹介したんですけども、 VoiceTube というアプリケーションがすっごいいいです。私も使ってます。でこのアプリケーション何がいいかというと、英語の教材になるもの、英語の勉強になるビデオがこのアプリケーションにはたくさんもうすでにまとめられているんです。詳しい使い方は以前のビデオで説明をしているので、よかったらご覧ください。はい、で今日はなんかね、役に立ちそうなアーティクル、役に立ちそうなビデオを見ていきましょうか。じゃあ、私は例えば旅行に興味があるので、あ、これ面白そう。女性一人で旅行するコツと注意点。そう、例えば、この方のビデオでは女性一人で旅するコツ注意点を説明していますね。で題名がもうすでに日本語になっていて、で全てのラインが日本語で、翻訳されているんですね。このビデオからも彼女が話してる、なんていうんですか、フレーズを真似してみるとか、シャドーイングをしてみると、すごい勉強になります。これはどう？長時間フライトを乗り切るコツ。Hello there, travelers. I'm Marco. I'm Alex. And we are the Bag of Bright. In this video, we're going to share some tips on how to survive a long flight. Oh, I see. That's very important. These days are direct flights halfway around the world, which is great, but it means flights are longer than ever. So we're going to share with you. そう。で、このビデオでは長時間フライトを乗り切るコツをお話しされてますね。で、なんか長時間乗り切る靴、なんだろう、知りたいって思いますよね。こういうちょっと何ですか、興味が湧いてくる、そういうトピックを使って勉強をすると英語力が上がります。結構記憶力って何かにこう絡めて勉強するのが一番いい方法なんですね。なのでこう本だけを読みながら勉強をすると、記憶に残りにくいものが、こういう興味があるトピックを使って英語を勉強すると記憶に残りやすいんですね。はい、なので長時間フライトを乗り切る靴じゃない
そう、長時間フライトを乗り切るコツってなんだろうって思いながら見るとやずら頭に入ってくるんですよね。で、実際にネイティブの方が話されてる英語なので、このね、あのランユを真似してそのまま覚えるのもいいと思います。ニューヨークのタイムズスクエアの旅行、うん、ニューヨークに行く前にいいね。スイジーだ。こういう感じでいろんなね、トラベルのビデオがあります。じゃあ例えば、みんなどこに行きたい？ロンドン。ロンドンって入れてみると、ロンドンでするべきこと。めっちゃブリティッシュ英語。いろんなね、情報を得ることができる。本当にいいよね、このアプリ。で、興味があるものはね、この上に、じゃあ例えばトラベル、たくさん出てきた。メキシコ、エディンバラ。ああ、面白い。スーツケースの詰め方のコツ12選。ホノルルに行こう、ハワイをもっと楽しむ。あ、ハワイ好きだからさ、これとかも見ると楽しいはずね。あ、ウーバーを使ってシンガポールの旅。ウーバーさ、外国で使えるよね。なんかこういういろんなトピックがあって、うん、いい。そう、で、興味があるものをクリックして、で、その英語を聞きながら、外国人の方々が使ってるその英語を真似できる。なので、英語を効率的に習得するコツというのは、自分が興味があるものから学ぶということですね。こう、普通に YouTube を開くよりも、このアプリケーション、VoiceTube というものなんですけども、これを使うと、うん、もうね、いろんな情報を吸収できる。しかも、無料ってのが、もう本当に、いい。こういう感じで楽しいトピックのビデオを見ながら英語を聞いたり読んだり、またはシャドーイングで真似したりすると記憶に残ります。で、実際にネイティブの方が使ってる英語なのでそのまま使えます。なんだこれ。結構ね、単語帳で教えてる英語って使えないものもあったりするんですよね。私も経験があります。実際にこの単語帳で得たフレーズをネイティブの方に使うと、ちょっと違う意味で捉えられたり誤解されたり、あとはそういうあの言い方はしないよって言われたこともあります。だからこそ実際にこのネイティブの方々が作るビデオを見ながら、はい、自分も真似してみて英語を習得するのが一番いい方法だと思います。皆さんも試してみてください。今日もご視聴いただいてありがとうございました。私のチャンネル登録と、あとインスタグラムもあるので、フォローしていただけたら本当に嬉しいです。はい。ってことで、では、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。